はい、よろしくお願いいたします。これだけはもう本当に
重々考えをしたいと思います。続いて手洗いの一般提案についてお知らせいたします。はい、トイレ問題です。トイレ問題、はい、あの本音なんですけど、3階のコンコースのお手洗いがすごく混雑しておりますので、あのね、みんなと会話されたね、グルメとかも、ね、はい、あるので結構混んでいますので、4階のコンコースのお手洗いをぜひご利用いただけたらと思います。4階コンコースのお手洗いください。はい、冗談席と下段席の間にある通路ですね。そうですね、はい、はい、ここにこれにたくさんあるんですけど、サブレキーの1階の上がっていただいてございますので、はい、よろしくお願いします。はい、あとは2階のスタジアムホールの中にもお手洗いございますのでご利用ください。はい、2階のスタジアムホールでお越しの際は再入場の手続きが必要ですので、はい、チケットの発券があれば大丈夫です。はい、詳しくはお近くの係員警備員にお尋ねください。はい、不動産リアにご協力お願いします。それでは続いて大阪メトロからのお知らせです。はい、大阪メトロの公式アプリ e メトロというものがございます。直筆サインホールダーのキャンペーンをただいま実施中です。はい、会員登録をしていただいたら完全に参加できるとですので、詳しくはいいメトロアプリをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。続いて、オークションのお知らせです。3月29日から31日開催のこのビーズ開幕シリーズ3連戦で、監督、コーチ、選手、マスコットビーズグラビティが出場しております。開幕シリーズ2024特別ユニフォームをご視聴販売いたします。はい、ゴールドのリスネルとロゴですね。あれさ、気がついたことがあるんだけど、23年ゴールドのユニフォームを着て応援してらっしゃる方が何人かいらっしゃって、まあ、きっと去年の一昨年のオークション落札されたユニフォームを着てこられてるんじゃないだろうか。サイン書いてある方がいらっしゃって、ね、まあ、これは一点もやるので、そうですね、リーグ3連覇目指したユルギナイ自身を表現しております。ユルギナイ自身の表現はいいね。はい、さらに輝きを増した特別ユニフォームの手に入るチャンスです。はい、落札された方には今年も直筆サイン入りでお届けいたします。はい、入札受付は4月12日金曜日の18時までとなっておりますので、この機会にぜひご参加ください。詳しくは球団ホームページをチェックしてください。はい、よろしくお願いします。キッズが主役のビーズオリンコデー2024を開催します。いいですね、これね、楽しいよね。はい、ポスターをね、飾らせていただいておりますが、今年のオリンコデーは5月2日から5月5日の開催となります。違う、ゴールデンウィークさんで、そうなんですね、はい、たくさん来ていただけるんじゃないかと思うんですけど、当日、今年もバファローズの選手はセレーブを選手自身が考えたニックネームに変更して戦います。また今年は帽子もロゴもカタカナにリニューアルされておりまして、いいじゃなくてバーって書いてある。かわいいですよね。かわいい、カタカナでバーって書いてある。バーになっております。で、この当日着用したニックネームユニフォームも後日オークション販売いたします。なるほど、落札されると直筆サイン入りでお届けといてますので、これ期間短いので貴重な商品となっております。はい、ゴールデンウィークはぜひ先にてご利用してください。これ好きなセレブニックネームはい、あのそのニックネーム選手一覧のね、ニックネーム一覧から、オリックスさん球団ホームに載ってるんですけど、そこのニックネームを、使いますよ。はい、やってみた、見ました。誰が一番印象的、あれはご自身で考えられてるんですね。まあ、ご自身があるいは選手として交渉がなくなったかもしれないですけどね、まあ、基本ご自身で提出されるんですね。そうですね、最終決定して去年もあって、その変化もちょっと面白いです。新加入された選手のそんなにプレーもないのが面白かったので、例えばラオさん、ベンギやってくる感じで、ベンギここで結構されてる。そう、でも毎日回復してる、はい、そんな中で平井さん、誰が一番でしょう。私、石川遼選手が、はい、スマイル
集まれるマン。僕らスマイルマンだみたいな感じで、そう安心されるみたいな、正義の味方みたいな、アンパンマンですから、スマイルマン、スマイルマン、確かに確かに。どうする？1回ぐらいでもらえると、もし山足選手が同時にスタメンやったら、山足選手のニックネームがね、ご自身でフェイスだったんですよ。そうですよね、時代は山足だったんですよ。ニックネームになったんですよ、そう、だからね、例えばね、もし山足選手がスタメンに立ってたので、ショートストップ、いや言うから、時代は言うから、全員で来たのがやばしい、僕らもレスポンスしたいな、ライブじゃないですか、ロースラートークでもない、そう、ホールアウトレスポンス、山橋さん、名前を借りて、名前を借りて、名前を借りたいなと思って、皆さん、もし、この3日間ご来場されて、山橋さんがそれを聞くから、時代はって上げてきたら、やるかもしれないってことですね。じゃあ覚えておいてください。絶対盛り上がりますけど。絶対大丈夫。大丈夫、大丈夫。見切ったら絶対嬉しい。はい、そんなイベントがゴールデンウィークになりますので、どうぞ楽しみに。はい、続いてですね、ガムラオ通販最後のリンクスマハマズパーフェクトガイド2024が発売になりました。はい、中島さん、小林二階監督、山下投手、宮城投手、石川選手のインタビューが掲載されております。そして3年連続の登場となった選手のスクリーンに登板されました、なにわ男子の藤原淳一郎さんと足立選手のインタビューがございます。はい、全パーフェクトガイドを読んでいただいて、2024年シーズンを楽しんでいただけたらと思います。こちら20列また、おすすめコーナーがあるんですけど、そこにも登場するわけですね。そうですね、選手だけなのかなと思ったんですけど、そうですね、いろんな選手があるけどね、はい、例えば今年のアンケートなんですけど、自身、カレーの具材に例えると何ですかって言ったアンケートがあって、こんな感じで今年は芸に巻きられてるんですよね。カレーにね。そう、カレーにね。で、ここにこういったの、お名前がある。そう、どこかに藤原、かっこ、なにわ男子って書いてあるんだ。入ってるよね。そう、いいよね。ババロスカレー、あえて名称品だ。ちなみに宮ちゃんね。具材、カレーの具材とか。確かジャガイモした気がしますね。ジャガイモ、ジャガイモかもね。ソセージもね、ジャガイモなかったんです。え、何ですか？福神漬けにした。福神漬けにした。かっこいいですね。ちょっと違うと思います。まあ、端っこでいいんですよ。あ、そういうことですか。皆さんの人生の、ほんと端っこの方にちょっと入れてもらったらいいかな。はい。味付けにも、どこ食べてもいいかな。もう早くは、皆様の人生を決して邪魔しませんっていうスペースで生きてますので、はい、新付けで、まあ、そんな我々からさ、あれじゃビーズグラビットに、あれでバサロップをしているのも、載っていますし、なんともですね、もしまだページの、ページ数が例年に増えまして、35ページがたって、オールカラーで、なんとそれが、1200円、オールカラー1200円、毎年買うけど、これ2つの小屋さん前から学生の時にオールカラーで1200円、まずありえないです。めちゃくちゃ安いです。これはほんまにすごい、はい、本当にすごい。昨日オールカラーで1300ページだと2000円ぐらいします。あ、そんなするんですか。ほんまにそれはカラー高いです。だから雑誌にしろこれ最初の感動の方が高い。あ、はいはい、そんなにやったらいけんオールカラー1200円、本当にお買い得ですので、皆さんぜひお買い得ください。ディーンズショップ、eBay、あるいは全国の市場書店、スポーツコーナーにも置いてありますので、どうぞ、感染のお願いします。はい、よろしくお願いします。以上が今日のお知らせでした。はい、ではここからは、このタイプの宮ちゃんによる今年一発目のビーズレイディオの歌ターン、はい、新ターンに入りたいと思います。さあ、皆さん、今日は何を聞いてくれますか。今日はですね、はい、野球場へ、以下は
ぜひ使ってください。
ておりますので、この後の1時間後に熱い応援をどうぞよろしくお願いします。それではビートレディオのお相手はボイスナビゲーターの神戸雄介と2人もの岡田美和でした。試合中にお会いしましょう。さようなら。